今成田空港のですね芝山塩田駅から空港方面に歩いてまいります。今日はね、職質されるかもしれないんでねちょっとあれなんですけど、昨日ねテンションっていうとですね、納涼祭があるということで、行ってみたいと思います。実はね昨日ねテンションって空港の中にあるんですけど、空港の中なんだけど、まあ、一応外からね周知で入れるという。あと 750m だから、あと10分弱ですね。この先行き止まりと書いてあります。はい、お得意のこの先行き止まりってやつですね。ちなみにね、そこにはアナカーゴが止まってます。はい、アナカーゴです。はい、この辺はですね、成田空港が、まあ、作られる時に結構ね、闘争があった時、成田闘争ってですね、あった、まあ曰く付きの場所なんですけども、こんな感じですね。この人はどこの道路かよく分かりません。もうね16時ね23分なんですね。16時から始まってるということなので、もうお祭りは始まってるはずなんですけども、あと 550m、 7分ですね。この辺は空港の周りなんですけど何もないんですよ。まあ基本的にあまり人が歩くようなところではないので、以前に東方神社からのですね、飛行機、動画に上げたんですけども、まあ、同じようなような場所ですね。木の根ペンションというのは1泊1000円ぐらい泊まれるという話なんですけど、今はもうね老朽化しちゃってて危ないんで宿泊はしてないという、そのイベントの時だけ空いてるというところですね。一応、撮影して YouTube に上げることに関しては、個人を特定できないようにやっていただければ結構ということですからね。まあ、ね、良識を踏まえて上げてくださいということだったので、今日、あえてきました。前の女の人歩いてるけど、あの人も踏んで同じこと言ってるんですかね。ちなみにこれ芝山鉄道の線路ですね。30分に1本しかないです、電車。ちょうど着いたらね、18分の電車乗れなくて20分に着いて乗り遅れちゃったという。あ、芝山鉄道ね。僕が乗ってきた電車の折り返しですね。成田まで行きます。300m。
看板が見えてきました。はい、看板が見えてきました。木の根ペンションですね。この先、私有地につき、管理者に立ち入り禁止というのは、勝手に建ててあるらしいんです。で、これが木の根ペンションですね。これもうすぐ上、空港のあれですね。僕も初めて来るんですけど、ここを上がると木の根ペンションというのがあるらしいです。もうそこすぐ空港ですね。はい。はい。到着しました。
到着です。はい、どうぞ。そうですね、そうです何がおすすめですか？柚子かけると色が変わるんですよ。ほう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 。それ柚子のお酒、うん、あ、じゃあそれがいいかな。うん、柚子でいいや。焼酎をちょっと。何の焼酎？あ、はい。柚子焼酎。柚子焼酎はちょっと高いんですけど。本当？いくら？100円です。100円をもらってます。じゃあ150円。あと150円払います。あとじゃあもう100円。200円ってことね。じゃああと100円払います、ね。はい。はい、いいショット、はい、はい、ありがとうございます。入れますか？うん、じゃあ少し入れてもらおうか。100円もらっていい？あ、いいですよ、はい、600円払ってきてね。そう、これはね、美味しいよ。ソーダにしますか、お水？うん、ソーダでいい。ソーダ、はい、東京エール、東京エール、はい、日本、はい、お酒もっと入れたいと思うよ。これ美味しいですよ。これ柚子焼酎じゃないの？え、柚子どこにかける？任せます、任せます。あ、色が変わった。うわー、美味しそう。はい、
この道をですね、左側の道路ですかね、あっちの方行くと空港の方ですね、こっちに向かってきている車ですねが、左車線が空港方面、右こっち側の今通っているところですねが空港方面ですね。で、今こっち走ってきているのがこれ芝山千代田方面ですね、僕がさっき来たところですね。さっきからビールやりカクテルやりかき氷 にリキュール入れてちょっと酔い気味なんですけど、まだ6時前なんですけどね。ちなみにですね、道路が2本あるんですけど、手前は一般道です。向こう側は空港の敷地内になりますね。壁1枚でね、仕切られてますね。ちょっと入ってくるみたい、木の根ペンションって書いてありますね。一応室内は撮らないでくださいと言われてるんで、室内がすみません撮れません。今左の方からですね、尾翼が見えてると思うんですけど、まもなくこっちの方に飛行機が来ます。今から来る飛行機、パンアメリカン航空の830便ですかね。おお、アメリカンやんちゃん、アメリカンエラインズですね。この時間だとダラスかアトランタかこの辺ですかね。でも、水は結構暑いけど、